今日の道内は気温が上昇し、道央や道南を中心に3月中旬並みの暖かさとなる見込みで、落雪事故などに注意が必要です。札幌市内では路面の雪が溶け、至る所に水たまりができて、車もしぶきを上げて走っています。今日の道内は南から3月中旬並みの暖気が入り込む影響で、道央や道南を中心に気温が上昇しています。午前11時までの最高気温は松前町で 5.8 度、江差町で 4.9 度、札幌でも 2.9 度となっています。道内では今夜にかけて湿った雪や雨となるところもあるので、路面状況の悪化や落雪事故、雪崩にも注意が必要です。